こんにちは、ゆうかです。今日はですね、はい、なんとゆうかチューブでは珍しい化粧品のスケッチをやっていきたいと思います。はい、見てください、このハクスリーですね。ハクスリーの、なんて言ったらいいんだろう、あのね、最近Q10のメガ割りがあって、秋のメガ割りがあってね、で、ハクスリーの福袋が出てたんですよ。で、なんか毎回出てるらしいんですけど、私なんか全然Q10のセール気づいてなくて、やっとゲットできたこの化粧品たちを書いていきたいなと思います。わあ、楽しみだな。じゃあ、いきますね。ちょっと、魔法をかけますよ。もうね、これがやりたいがために、ハクスリーのスケッチをするようなもんなんです。よし！ここはやらなくていいんだった。はい、どうですかね。編集お疲れ様でした。この編集がやりたいがために、このパッケージ開封を待ってた説はあります。ちょっとね、魔法かけたみたいな編集をやってみたかったんですよ。もう今日のハイライトこれで終わりかもしれない。で、これが多分クレンジングジェル、化粧水、美容液、クリーム、これスリーピングマスクって書いてあった。ちょっとよくわからない、まだ。ハンドクリーム、これおまけでついてきたキャンドルらしいです。キャンドル、あとね、ハクスリーのパックも3枚入ってるという。豪華セットで6780円。いや、すごい。だってこれ1個で、なんかこのトリオセットで結構5000円とかした気がするんだけど、違ったかな？なんで、こんなに入って、その値段っていうのはだいぶお得。嬉しい。最近化粧水切れかかってたんでね、ちょっと、ハクスリートナー使ってみたいなと思って。いやー、嬉しいです。よかった。これで、明日からの私の肌が、うるうるになります。よかったよかった。じゃあ、ちょっと、映えを無視するんですけど、全面こっちに向いてもらって、いい感じにスケッチしたいなと思います。どうまとめるのがいいかな。結構雑に。やだー、なんかこの置き方でもめっちゃセンスですごい。どうしようかな。なんかガラス描こうか。なんかでもこの化粧水寝かせた方がめっちゃ綺麗に映るんで。美容液と化粧水だけにしましょうか。よし、これで帰っていきたいなと思います。だいぶいい感じな気がします。いいですね。ちょっとなんか白いものが多かったんで、最後オーバーレイ拭きたいと思います。調整レイヤー使うの久しぶりな気がします。
うわぁ、いやぁ、工業製品ちょっとフォトショップで描きたいですね。iPad だとちょっと位置がやっぱ緩い。位置が緩いなぁ。まあ、いつもの私のタッチといえば私のタッチなんですけど、このエッジをバキって切りたくなりますね。あ、いいですね。なんかオーバーレイで飛ばすとなんかぽい。それっぽく見える。ちなみにハクスリー、あのロフトでも、日本のね、ロフトでも売ってるんですけどね、やっぱり若干ちょっと高いんですよね。9点とか、そういう輸入のとこで買っちゃう。なんか本当に一昨年でしたっけ、一昨年のもう一個前かにソウル行ってから、なんか韓国の化粧品とかメイク用品使い始めたんで、すごいなんか知れてよかったなっていつも思ってます。未だに朝の洗顔はラゴムだしね。あと、いつかいただいた、VT のめっちゃでっかい洗顔のやつ、未だに使ってます。もう、2本目 ?3 本目かな?あれ、いいですね。あとね、私のスキンケアに欠かせないのは、エルツインのシルククリームね。もう肌荒れしてるときはあれしかもう塗れないぐらい。あとね、ハクスリーはね、私ね、オイルの美容液がすごい好きで、オイルライクだったかな?エッセンスの。この別バージョン。あれもね、めちゃくちゃ良かったんですよ。肌が潤って。だからちょっとこれ使うの楽しみ。これ何のバージョンなんだろう?エッセンスグレイブウォーターって書いてある。絶対違う。絶対発音違うけど。いい感じ。左下が書きたいのよくわかりますね。じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。バイバイ。